はい、皆さんこんにちは、こんばんは。中本白秋です。白秋ペンジ YouTube 大学中級編です。はい、皆さんこんにちは。第9弾です。今回は小里編と大里編の美しい書き方を学びましょう。それでは小里編と大里編についてこれから解説をしていきます。文字の苦手の方は大里編小里編のですね、書き方の違いを全く理解しないで書いている方がいらっしゃいます。小里編っていうのはですね、左側に書かれたのを小里編、右側に書かれたのを大里編っていうんですね。まずここから覚えていきましょう。そして小里編と大里編の大きな違いはここに大きく書いてますね。小里編の方は、左に来る小里編はこうして、こちらをぐっと引いてここに書きます。そして右側の大里編の方は右側のリズム少し弱く、で下の方を広く張り出してこういうふうに書きます。一般的にはですね、この幅が大里編の方のが一般的にこう広く書いて、小里編を比較的ここは大里編ほど広げないですね。で、小里編はですね、編ですから右側のリズムがこう強いんですね。小里編は作りの方ですから右側のリズムはこう弱い。まあこういった違いがあることをまず念頭に置いてください。そして小里編というのは右側に、この右側にこう作りが来ますので、この作りとこう喧嘩しないように青で書いてみます、グリーンで書いてますと、こうしてこちらをこう少し控えます。そうするとここにスペースが生まれますね。大里編の場合には右側には何もなく余白ですので、こうしてこうして下を右に突き出して、こういう安定感のある形にしていきます。もう一度説明しますと、小里編はこうして右やで強く、そしてこちらが下をちっちゃく書きます。これは小里編ですね。大里編の方は右やりをあまり強くしないで、こちら下をぐっとはみ出してこういうふうに書くケースが多いですね。ではここで小里編を見ていきましょうか。はい、このアッテージも見てください。こうして下の方をこう控えてるからこそ、この作りに邪魔しないんですね。ヨって字も、こちらをできるだけこうちっちゃく書けば書くほど、右側の作りが楽ですね。陰も同様ですね。こう、右側をちっちゃく。そうすると、ここの分の空間が確保できますね。空間確保されます。これを間違えてですね、間違えて、こうして、下をこういうふうに同じぐらいこうに書いてしまいますと、こうここのとこはこうぶつかって喧嘩しますね。特に陽という字なんかで分かりますように、こうして同じように書いてしまいますと、こちらのこのあたりが急、このあたりがですね、窮屈になってますね。ですから、こうして、こちらできるだけちっちゃくこう、これがポイントなんですね。そうすると、隣の作りをですね、ゆっくりこう書きます。こうゆったり書きます。これに書きますね。結構、こういうふうになっているところをご覧いただきたいんですね。ここのところ。小里編はこうになってます。縦に反れなくて下がこう引いてます。こういうふうに書いてますね。次、大里編来ますと、大里編っていうのは、これ、こういう右側に来るの大里編ですね。大里編はですね、ご覧のようにこうして上をちっちゃく、下をキュッと上げて、こういうふうに書いてますね。そうするとバランス的にもこう安定した形になります。この群という字もそうですね。こう上げて、こういうふうに書いてます。はい、ローもそうですね。大里編はですね、こういうふうになっていることに気づいてほしいんですね。そしてこういう形になるので、非常に安定した形になります。ローっていう字も、こうして、編に対して、こういう形になって安定しますね。
以上、今回は、左に来る小里編。左に来る小里編、こう書いて、下をちっちゃく。で、ここをこういう形にまとめること。で、大里編は、上をちっちゃく書いて、下を大きく書く。ちょっともう少し太い線で書きますと、小里編はこうして、下をこうちっちゃく書きました。そして大里編はこうして、今度は下の方を右に突き出して、こうに書く。このようにして覚えましょう。では一つですね。東京都の都って字を書いてみましょう。もっとも皆さんよく使う字ですね。こうして。都は大里編ですね。はい、大里編の書き方を覚えましたので、こうして、こう、こう、こっちはうーんとこうはみ出して、こうして、こうに書きましょう。とっと以上ですね。ここがほとんどちょっと上がるぐらいですね。このように書くことが大事なんですね。こういうふうに書いてる人がいますね。とをですね、大きく書きましょうか。太いですね。こうして、こうして、この、こちらがちゃんとこう書けておいてもですね、とをですね、大座点をですね、こう上を揃えて、こういうふうに書く人がいますけど、これはおかしいですね。こちらの字をご覧ください。だいたいこことここの分が軽い右やりになるぐらい。軽い右やりぐらい。このぐらいの関係で書いてほしいんですね。これはこことここを揃えてるんですね。このバスです。もう一度書いてみますね。はい、とって以上、もう一度。この都って以上、もう一度書いてみましょう。辺は右やりつ。そして作りの方は、この都の、この斜の横画よりちょっと上ぐらいから書くぐらいですね。こうして。で、下を大きく書いて。こんな感じですね。そして、ここはしっかり開けなくちゃいけません。ここにもこう開いた伸びやかさが、ここにも開いた伸びやかさが出るんですね。このように書きましょう。軍という字もそうですね。ここ開けてますね。はい。これもここにこう、空きが出ましたね。これもこう、ここ空いてます。これは、こんな感じです。はい。都って、ここ空いてますね。このように、大座点を書きましょう。それではこの後ですね、先人の人たちが、どのような作品、都って字を書いてるか、古典の作品などを紹介していきましょう。こちらは、初頭の三筆、著水流45歳の時に書いた、異血仏願碑。右は4年後に書いた岩頭小教授です。岩頭小教授の方が小里編の右やりリズムが非常に良くなってますね。左は知恵の千字文です。小里編が見事ですね。右は応用順の新行全詩碑ですね。今度は大里編の都って以上をご覧ください。左は知恵。素晴らしいですね。右は、応用順の群ですね。このように改めて知恵の書を見ますと、アも含めて文字のディフォルメが素晴らしいですね。非常に現代的モダンな感性で書かれてますね。以上、古典作品による小里編、大里編の表現について皆さんにご紹介いたしました。この古典からどのように書くべきかをご理解いただきましたか？最後に私たちの教室をちょっとご紹介させていただきます。私たちの教室は月曜日白金台生き生きプラザ、火曜日高輪コミュニティプラザ、水曜日青山障害学習館、木曜日新橋障害学習センター、金曜日浜松町新名生き生きプラザ、土曜日田町の男女平等参画センターリーブラで実施しています。いずれの会場も夜5時半から8時半の間、自由に出入りをしながら皆さんが障害学習の一環として勉強しております。5時半からは熱心な子どもたちも大人に混じって一緒に勉強しております。どちらの会場も駅から数分の場所で、素晴らしい環境の中で皆さん勉強されております。ぜひ無料体験学習に参加して、あなたも勉強してみませんか？以上、中本白秋でした。